では、こぼれたさしなみ、今日は、宮島プロをお呼びして小岩のバー、はい、フープからお届けしたいと思います。こんにちは、みんな宮師って呼んでくれてる宮師です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。でいともつ乾杯の、お疲れ様です。お疲れ様です。こっちもよろしくお願いします。お願いします。宮師を待ってる間にこれもね、多分4杯目なんだけど、だって小森さんの声外まで聞こえました。今日はね、あの宮師さんがあの、コモチャンネルなんか大してバレないチャンネルに出たくねえよって言うから、そんなことは言ってないんですよ、小森さん。今日はね、小森と差し込みは、はい、あのこの後、はい、釣り子 TV でお届けいたします。はい、よろしくお願いします。だこれ、あの触りだけちょっと流させてもらいましたけど、コマーシャルですね。はい、コマーシャルですね。あのこの後は、この後宮師と差し込みじゃないな、小森と差し込み宮師バージョンは釣り子 TV の方でご覧ください、はい、ご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今回すごい、こんなすごいチャンスをいただいて、はい、トップ50を今を輝く、はい、ま、今輝いてるの僕だけですけどね。いや、小森さん若干くすんできてるんで、あのこれちょっと自分が会いたかったのは宮津さん。あ、そうなんです。本当ですか。はい、ありがとうございます。いや、もうだって雑誌とかアンクリングバスのあの最終巻とかの表紙飾っちゃってた。最終巻にしてしまった人ですからね。いや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 本当にありがたいです。これ、霞ブラザーズの宮司さんっていうところでもう、はいはい、こすっちゃって大丈夫なんですか。あ、全然こすってください。 あ、 ありがとうございます。霞ブラの、はいはい、宮司さんですね。ありがとうございます。いやー、ちょっと今回は釣り子バージョンということで自分も、はい、あの乾杯させていただいて、はい、小岩のバープープからお送りして、めちゃめちゃおしゃれです、ね、おいます。いいでしょ。めちゃめちゃも もう今日は釣り子ディビアが俺好きなこと言うからね。好きなこと言ってください。ちゃんと編集してちゃんとカットしてくださいよ。はい、頑張ります。何言うか分かんないですからね。いや、食べ物も美味しいのがいっぱいあるんで、はい、あちょっとこれ本森さんの釣りの話はたくさん見てきたんで、もういいでしょ。もう俺の話なんかしなくていいから宮司に来たこといっぱいあるんだよ。本当ですか。はい、だってもう宮島君はね、まあ、出会った頃からの話しようか。あ、そうです、ね、そもそも僕と宮司の出会いは、僕あのトップウーティーのあれ2017年か、そうですね、の7年ですね、オブザーバーに来てくれたんですよ。でトップウーティーって今もやってるのかな、ちょコロナで1回中断してたけど、はい、大会の、ね、会場に来て、はい、まあ、NBC の会員であればオブザーバーとしてプロに乗ることができるんだよね。そうでしたね。それで霞ヶ浦の会場ってちょっとやっぱ荒れることもあるのでね、やっぱプロの方しか来ないんですけど、はい、誰乗りたいって言って、小森さん乗りたいですって言って指名をしてきてくれて出たんですよ、一緒に。そこで懐かしいですね。聞いたんですけど宮司さんは、はい、もうトッププロっていろんな方がいらっしゃるじゃないですか、はい、小森さんはなんで選ばれたんですか。いや、なんか雑誌でそこまであのトップ50っていうトーナメントがあるのって僕知ったの結構遅い方なんですよ。皆さんが小学生とかから憧れるとかいう段階より遅い時 で雑誌でなんか特集されてるのが小森さんちょうどいて、すげえ戦略家だったんですよね。それがなんか、あ、この人マジでかっけえと思っちゃって。ありがとうございます。そう、それでそこからなんか憧れて DVD とか見やすさって、でなんか僕も目指すようになった時に、一回なんかどんくらいすげえのかなって思うのを本物で見てみたいと思って、でオブザーバー応募して、でそれがちょうど初日1か2か、うん、初日良かったねですね、うん、で2日目に乗らせてもらって、で生で見た時にやっぱすげえって思ったのと、もう一個がいや俺もいけるかもと思ったんですよ。それね、分かる気がする。分かる気がします。黒田さんの回でもちょっと聞いたんですけど、その、はい、トッププロ同士がそういう状況になって、はい、実際に乗ってそこ深掘りしたいんですけど、あれ僕はまだその時全然もうプロでもなかったっす。でも どこで、はい、俺あれこれまくれかもなって思ったのってのはどういう瞬間なんですか。いや、なんか自分は霞ヶ浦が大好きで、おかっぱりメインで釣りずっとしてたんですよ。でそしたらなんか小森さんがだいたいなんか僕がよくおかっぱりとかでやってるとことで釣ったり同じような釣りに見えてしまったんですよ、その時。あとでレッグアーム結構好きでしょ。あ、そうだ、レッグアーム好き。カスプラでレッグアームで結構やってて、カーベプロ、カーベさんから、はい、カスプラが、カスプラが結構レッグアームで釣ってくれてるんだよ、小森この YouTube 知ってるって紹介されたことがあったけど僕見てなかったから、乗ってもらった時にカスブラの宮司さんっていう人も全然知らなかった。あ、そうなんですね。だから若いアングラー、若いトーナメンターの宮島君っていう存在しか知らなくて、実はカスブラの宮司と宮島君っていうのが一致したのってだいぶ後よ。あ、そうだったんですか。なんならビューティー上がる直前じゃないかな。マジっすか。
まあ、いや自分もカスブラはすごいもちろん YouTube やってるんで知ってて、ありがとうございます。まさかそこの人がトップ50の選手だなっていうのが、そこがやっぱり合致してきたのって、はい、ほんと最近になって、あ、はい、まあ、雑誌とかでも特集されて、はい、あの、え、カスブラのあの人がみたいな、すごいびっくりしちゃって。そうです、ね、でもね、すごくないと言ってもらえるあたり嬉しいな。これは加藤さん、GPA の加藤さんと差し飲みをしたんだけど、加藤さんの俺の総合評価は、はい、小森は凡人の頂点にいる、天才じゃないんだよ、はい、凡人の頂点は天才より上だっていうことを証明してくれたことが嬉しいって言ってもらえて、あ、バーフーパー、あのご飯も美味しいです。イタリア料理屋かと思うぐらいで、今日は飲んじゃおうかな。飲んじゃって今日は。宮司さん、なんか今日がさっきちらっと、はい、今日飲み納めだなんて言ってたんですけど、そうなんですよ。なんか飲み納め、なんか去年ちょっと体崩して、はい、で今年ちょっと体に気をつけようと思っていて、まあ、まだ飲んでたんですけど。どう崩したの？あの、いきなり肺に穴開いちゃった。ああ、それだ。そうそうそう、小森さん、そう覚えてるじゃないですか。感謝しろ、ちょっとめちゃめちゃ感謝してます。なんですか、なんですか、めちゃめちゃ感謝してます。なんですか、はい、なんかね、ありましたね。 LINE で今泉から来て、宮島が倒れたと。そうですね。で、聞いたら、なんか肺に穴が開いて、どんな、なんて言ったのか、なんか言ってたから、それ気胸だから大丈夫だよって電話をしたよね。そうですね、そうですね。手術の前日か、手術の後に電話くれて、わざわざ すごい心配してるっていうから、気胸なんか別によくある病気だし、病気っていうよりもね、筋違ったようなもんだからって、あの、大丈夫だよっていうメールを電話をしたよね。そうなんです、まあ、オフシーズンなら別に良かったんですけど、うん、もう試合が近い時だったじゃないですか。そう、しかもそんで結構絶望してたっす。音楽に置きっぱなしになった船を俺が片付けてボートカバーまでかけてくれる。ボートカバーまでかけて友達いっぱいくせに誰もやってくれなくて、なんで俺がやんなきゃいけないと思いながらいや、場所も邪魔にならないところに持って行ってあげてくれ。あ、でもうちょっとシーズンも始まるし、ちょっとそうですね、途中で倒れたりしないようにも。いや、その後の話があって、ね、このね、もうで直前プレーも出れなかったの、この人、はい、もう倒れてたから。で、試合当日来てポイントバッティングだよまさかの。お前、昨日まで病院にいたんだから、もう病院の方に行けよって言ってやるぐらいポイントバーンバッティングして、ちょっと鬱陶しかった初日の朝ですね。あんなに心配かけて、あんなに面倒をかけられて、で、試合の邪魔までされるっていう。邪魔はしてないんですよ。いや、そこも聞きたいんですけど、ママ、例えば今見ると、あ、宮司さんって今何歳なんですか？29です。29歳の宮司さんと、まあ、小森さんがそういう風にバッティングするじゃないですか、試合の初日、はい、そこで。そういう時ってプロ同士ってどういう状態になってるんですか？いや、僕は単純にどいてくれたら嬉しいなと思うから、うん、一言はかける、はい、すごい俺もやりたいんだよって言って、でもまあ、俺もやりたいんですよって言われたらどけられないじゃないですか。だったらこっから俺やるからね、こっちは来ないでねっていうね。ちょうどその時その話してましたね。ね、はい、で、うん、僕が小森さん、ちょっとこっちやっていいけどいいですかって聞いたら、はい、なんか俺もやりてえなーって言ってました。わかる、ちょっとわかりやすく言うと、こういう春節が、四角い春節があって、はいはいはい、宮島君置いたのこの角なんですよ、はいはいはい、インサイドで一番近い角、そうそうそう、ここに浮かれちゃったの、はい、でここが一番暑かったんです、確かに。だから僕はここに入れなかった以上、こっちのブレイク流すしかなくなったんです、はい、でブレイクの中に崩れがあるから、ここまで流してこの間で魚を探そうと、これダメだったら移動しようと思ったんですよ。で、ここの角には今度違うやつがいたんです。この角に違う選手がいたから、僕はここのブレイクしかできなくなっちゃって、なぜ朝一ここに僕は先入ったんですよ、宮島のに、うん、で、ここ入ってちょっと触ってこっち流したら宮島が入っちゃったから、船の後ろに入れたもんには文句言わない、言えないんですよ、これは。ああ、いや、でもそれは今そうやって聞かないとわからない。いや、これルールではないですよ。ただマナーとして、はい、僕がこっち流してるのに後ろに入ったんだから文句言えないでしょ、うん、後ろにまで文句言ったら失礼でしょ、うん、前だったらさ、よいよいよいって言うけど、だから入られちゃったと思って、宮司、俺そこ戻ってやりたかったからだったら、いや、僕ここやりたいし、昨日まで病気で見れてなかったから。それは言ってないんですけど、ね、でも、ね、近いこと言ったじゃん、まあ、俺ここしかないんですって言ったじゃん。まあまあまあ、そんなこと言ってたかもしれないだからもうしょうがねえなと思って、ふざけんなよと思ったけど、こっち流していって、で、こっちがもう一人いたから、僕はここで結局一番やりたいとこ抑えられちゃって、でもオセロでいう角抑えられちゃって、あ、まさにですね。そうです、真ん中しかやれなくなっちゃった、はいはいはい、で、まあ、ここ行ったり行ったりして一本釣れたんですよ。そうですね、で、釣れて、この崩れて釣れたから、こいつとこいつにはもう来るなよって
ここはじゃあ俺の前のボタン、ここはシェアしようと、俺はもうそっちへ行かないから来るなよっていう話はして、紳士協定がそこで生まれて釣り始めた。そう、それもゲーム中は僕はこちらには宮島君いないとき、いるときには近づけない、うん、下の選手がいるときには行けない、うん、でもまあこの下の選手が最終日に紳士協定やって朝一こっちは行ったんですよね。あまあまあそういうパターンもあるんですね。まあ、そういうこともあるんだけど、ね、宮氏はいなくなったから2日で、ね、いやりもうだ、まあ一気つったっすよ、でもそれだからね、俺はで、まあそんなことあったんですよ。で、まあこれはまあまああのでお互いやっぱりお金上がってまで離婚を残したくないから、湖の上で言いたいことを言って、で、お互いの立場を尊重し合うっていうのは、若かろうが年取ってようがそれは一緒、はい、逆に言ったら僕が年上だからって主張ができなかったら宮島の負け、だから主張してきた宮島君はさすがだなって思った。うん、ありがとうございます。嬉しかったかな、これは、うん、あ、はい、ハイボールおかわり、ハイボール早いよ、だから俺これ4杯目だけどちょっと早いよ。いやハイボールおかわり、ハイボール好きっす宮司さん、あの止まんない、最後だからあもうね、多分ね、あのオーナーに聞いたら何でも体にいいって言うんですか。トモリさんは何飲みますか。いや、俺もハイボール、違う、俺いつものやつをもらおうかな。そうなんです。お湯割り、お湯割り、ウイスキー、お湯割り、そんなにつけない。ハイボールの焼き付けっていうか、まあまあ、ちょっと体のことがあったかい、体の芯が冷えちゃう。だってあの病気はさ、酒関係ないじゃん。あの病気は何だったのかなって僕も結構今でも謎です。よくあるやん。本当ですか。今まで体崩したことなくて、去年はまあ崩したじゃないですか。もしかしたら、もしかしたらですけど、ちょっとあの食生活かなって思い始めたんですよ。はい、関係ないかもしれないですけど、卑怯でしょ、まあ、で卑怯っていうのは突発的に起こるからあんまり関係ないと思う、まあ、医者じゃないからあんまり大したことは言えないけど、はい、突然気温になって倒れた人5人ぐらい見たことあるんだけど、男の人の女の人も多いのかなと思ってるけど、でも5人ぐらいから気温で倒れたって話は聞いたことあるんだけど、みんな突発的だよね。で、別にそれ以降一切何もない。あ、そうなんですか。でもその本人が食生活かなって思う、普段どんな食生活ですか。もし肺に穴開いちゃうような、はいはい、かもしれない。一人暮らし食生活って、去年環境が変わって一人暮らしだったんですよ、はい、で、もしかしたら今までは実家住んでたんですけど、あで、一人暮らしになって環境が変わって、はい、で、ちょっと外食が増えちゃったりしてたんで、はい、もしかしたらその野菜取れてなかったり、体にいいものちょっと取れてなかったりが多かったので、だったのかなっていうのがあって、でも俺20歳ぐらいからずっと外食だったけど一回も危険になったことないよ。それはコモさんのことそれがたまたまかもしれないですね。ハイアナアク案件っても外食は最高じゃ美味しいし、いや美味しいから最高なんですけど、ちょっと濃いめになっております。ありがとうございます、まあ、こんな飲んでてそんな食生活なんて言ってる立場なんないですけどね。俺ちょっと体鍛えてる。今日はもう最後なんでいいんですけど、毎日ジム行ってるの今。本当ですか。うん、もう今ね、 T シャツが着れなくなってきた。去年着た T シャツが胸板がついてきて、なんか前アドバイスくれましたもんね、うん、俺猫背だから直して。そう、猫背直した方がいいな。え、猫背は何ですか。それ肩こるし、まあ、今日もかっこ悪いから。で、音楽館に戻って話は、はい、それで、そうで、小森さんとそのバッティングした後、僕は予選敗退したんですよ、はい、ただ、その時に小森さんなんか僕にすげえなんか、ね、その試合の前の日に熱い、はい、DM をくれて、なんか送ったんだよ、ね、送った今でも残ってる。これ見せちゃってもいいかな。やめろやめろ、恥ずかしいから恥ずかしいから恥ずかしいからやめろ、恥ずかしいから。なんかめちゃめちゃ熱い DM くれて、ああもうなんかこう出れるか出れないか微妙なラインだったんですけど、はいはい、もう出るしかないと思って出て、でその時にもらったポイントが17ポイントだったんですよ、はい、その予選敗退したけど32ぐらいで敗退したんで、はい、33位かな、はあ、あ、じゃあギリギリの落とせとギアのところで、はい、それで、まあ、ポイントもらったんで、まあ、今思えばやっぱ大事なポイントだったなって思うし、出てよかったなって思いますね、うん、これ多分さ、あのエントリーだけして、はい、それちにそのまま帰ったらってことも提案したよね。その5点でももらうともらえないの偉いさだからっていう話は。そうです、はい、思いました。偉い熱いメールって俺だって言った。え、なんか俺もそういう時があったよみたいな、試合直前に高熱が出て、
でその時俺も出るか出ないか迷ったんだけど、俺は出た。でも出て釣れなくて予選敗退したけど、俺は出てよかったと思ってる。ただ宮氏は出るか出ないかお前次第だから、お前が決めろみたいなこと言って、そうだね、かっけーと思って俺は悩んだって。あの11時12時半まで点滴したの。あ、そんなこともう書いてあったっす。でもう帰って行ってた時1時で、ここからライン巻き替えて試合出るのか俺って思ったら、はい、もう全然集中力もついてなくて、結局伸びして終わっちゃったんだけど、でも出たことは後悔してない。やっぱり好きで選んでる道だからね。そうですよ、ね、うん、そうなんです。顔真っ青でさ、もう別人みたいな顔でさお前ほんと大丈夫かっていう顔で試合してた、はい、医者もやめろって言ったんでしょ、あれ。違う、あ、そうなんです。あの、うん、ちょうど医者に聞いた時に、僕はあの手術が決まった時に、僕はあの、5日後に大事なちょっと、あの次の大会があって出なきゃいけないんですよって言ったら、ごめんなさい、あの手術間に合わないですって言われて、で、いや、どうにかならないですかってお願いして、うん、で、お願いしたら、ちょっと病院を変えて緊急で手術すれば、もしかしたら間に合うかもしれない。まあ、1週間ね、1週間は安静っていうの、4日か1週間多分そうなんですよ、ね、これも結構いろんな病院に聞いたのよ、はい、お医者さんに電話して、はい、聞き終わって何日ぐらいで、本当ですか、できるかあったら、4日から1週間は安静しないと、雨が下がらないからって言われて、そしたら、穴開いたまま来たからね、この人めちゃめちゃ前痛かったですけど、穴を塞ぐ手術を後回しにして穴開いたまま肺に直接呼吸しながら来たから。いや、だって痛いつながりで言ったら、はい、宮地さんが俺あの雑誌の記事で読んで、あー、それ恥ずかしいやつだなんか上が刺さっちゃって、刺さったまんま戦い切った話聞きたいんですけど、あれどういうこと。そうそうね、あれはあの初年度、はい、のトップ50の北浦戦ですね。北浦です。表彰台だったんですか。あ、そうです、表彰台が。モコリクロ使ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。僕大好きなんですが、はい、マイジー君とのあのモコリ対談を読みましたよ。はい、でそのトップ50の初日すごいいい感じに釣れて、はい、で1位だったんですよ。あ、そうですよね、あれ。2日目もなんとかこらえて、まあ、予選トップで総重量ではトップだったんですけど、で3日目、まあ、優勝争いじゃないですか。まあ多分自分も人生で一番こう高まっ、なんだろう、気持ち的に、まあ、メンタル的なところの弱さも出ちゃったんですけど、ああ、まあ、取材も後ろに乗ってたわけですね。取材もマサーさん乗ってくださったんですよね、はい、かなりテンション上がってて、そう、テンション上がってて、うわ優勝してって思って、もう絶対優勝してやるぐらいのテンションだったんですけど、その時ポッパーを、まあ、ポップ X を撮る時になぜかスッと刺さっちゃったんですよ、トレブルフックの、うん、でそれが結構ガッツリ刺さっちゃって、もう針がこっちから出てるのが見える。でもう返し潰せるかなと思って、もう出そうと思ったんですけど、もうなんとも出なくて、まあ、心持ちも普段の状況と違う状況だったと思いますけどね、あれでスッと抜けばよかったかなと今思えば、俺ね、あんまり刺さったことないんだけど。本当ですか、うん、ほとんどないかな、その重症だったことでも1回2回はあったかもしれないんだけど、はい、痛ーと思ってるうちに抜かなきゃダメですよね、うん、なんかどんどんこう締め付けられて繊維っていうか、こうで痛みが消えるじゃん、はいはい、痛みが消えると抜く時の痛みに耐えるのが嫌になるから、痛ーと思ってるうちに痛ーぶっちーっていったら取れる。そう、俺ちょっとね、根性なくて取れなくて。いや、そういう時に一つ俺も何回も食らってますけど、はい、あの戦場であるよパターンで1,2,3で抜くって決めといて1,2で抜くんですよね。マジっすか。1,2,3で行こうと思いながら体は2で抜くってやる。歯医者がよくやってた。1,2ポンって抜いたら血がブシャーって出て、なんとかその日は釣りができる。小森さん、歯抜きますよ抜きますよ、いいですか参加してくださいって言った時に1って言ったらもう抜けてますけどって言われたことがある。めちゃめちゃいいっすね、それ。そう、それと一緒だ。へえ。で刺さっちゃってなかなか抜けなくて、もう抜けないから、もうこれは抜けないから、どうにかここをもう固定してブラブラするのが痛かったんで、それをなくそうと思ってガムテープぐるぐる巻きにして釣りしてたんですけど、よくない。それ後で外すときもっと痛いもん。外すときはそう、あの、ああ江口さんに戻ってきてから、あああのちょっと目つぶってて、ブチって抜いてもらいました。そう、ブチしかないんだよ。だったら痛っと思って神経がヒリヒリしてるうちに抜かれた方が痛くない。いやー、そうだったんですね。ああ、まあ、それから一気に刺して潰すか。そうですね。ああ、で、まあ、ただその針が刺さってなかったら釣れたかっていうと、別にそこは多分同じ結果だと思いますけど、昨日俺歩いてる時、畳の横でさ、昨日サンってあるじゃん、はい、あの扉のサンにパンってトゲがプチッと刺さった。足すな。これぐらい刺さった、親指に、はい、で、トゲ見えてんだよ、はい、で、抜いてくれって言って奥さん見したら、
こんなの抜けないよ、こちょ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 痛いで、走って反対側の人が出るんじゃないって余計痛いからやめてくれってなって、トゲって柔らかいトゲだから反対側の人も出るわけないじゃん、はい、それで痛いって言ってるしやるんだよっつって、いでででででででよっしゃ今だっつったらシュッて溶けたよ。マジっすか、うん、いくつ奥さんが抜けてくれて、じゃあ俺が抜いたんだよ。抜いたんすか。奥さんは俺が痛いって言ったらやめるから、やめちゃった痛いと思ってるうちにやるから次の痛みは感じない。奥さん優しい。あ、で田中さん何の会社なんですか。あ、そうですね、まずちょっと自己紹介からいくと、うちがジールっていう会社で水辺の撮影界隈一式をやっている会社で、何か演歌映像の世界に引き込まれていくっていうね、そう、まあ、気がついたらそんな。やっぱでも家庭ってそういうなんかこうありますよ。僕も、うん、そうですよ、僕ももともともう家庭がみんな学校の先生だったんですよ。はい、え両親とも、両親もおじいちゃんもそうですし、あ、そうなの。で僕もなんか敷かれた例に乗ったじゃないですけど先生になったんですよ。はい、え、先生になった先生だった。え、マジで小森さんに乗った時先生でしたよ。え、どこの先生だったの。小学校、中学校と高校の免許で特別支援学校っていうところの高等部の先生だったんですよ。僕はもう特別支援学校って全部勉強するんですよ。そう、はい、総合的に。でそこの先生やってたんですけど。え、大学出たの。大学です。大学でちゃんと教員も取ったんだ。教員免許取ってます。立派ですね。いや、まあそう、それで、まあ、教員の道に行ったんですよ。ただそこにこう小森さんとかを知ってやっぱトーナメントを知ってしまったわけですよ。間違ってるよそれ。もっといい、 いい先生と知り合ったらこんなのところに来なかった。10人ぐらいに相談して全員が、いや、お前この目にやめんなって言われました。あこれ大学の時ずっと一緒に釣りした友達は学校の先生になったよ。あ、本当ですか。やっぱ日本っていう国を良くするためには教育から変えなきゃダメだと。だから俺は先生になるんだって思ってからずっと思ってて、先生になったよ。あ、すかっこいいですね。で、ね、先生の方が多分いい暮らしをしてると思ってた。いや、ま、間違いないと思うんですけど、まあでもそれは事務次第じゃないですか。だからでも そのなって、まあ、なる前に小森さん知ってたんですけど、はい、で、まあ、その先生やりながら、結構やっぱ、土日はお休みいただいたりしてたんで、まあまあ、全部捧げてたんですよ、はい、そのトップ50のオブザーバーも土日でしたし、はいはい、やっぱでも人生1回だから、まあ、本当にトーナメント、自分のやりたいところやるしかないと思って、で、先生は辞めて、ちょうど高校1年、高校2年、高校3年って見たときに、高3年生と一緒にもう、僕も卒業しようと思ってそれで、まさかのバスプロを目指そうと思ったんです。部活と顧問とかやってればよかったね。一応外すことなかったのにね。あ、そうかもしれないですね。もう、いつにも行けなくてなったかもしれない。今回さ、釣り子 TV っていうコンテンツでもあるんで、はい、そこで、はい、カスミブラザーズってのはどういう感じで発展していくんですか。そうですね、カスブラとの出会いは、はい、まあ、もともと僕、まあ、趣味で、はい、他にもう一つ趣味があって、はい、それがスケートボードだったんですよ。スケボー。あ、スケボーです。でスケートボード高校生の時に仲良くなった友達がいて、で夜とかスケボーをよくしてたんですけど、今オリンピック競技だよ、もうスケボーは。そうですね、本当に有名になりましたよね。東京オリンピック。今日川口からスケボーできたそうです。いや、そんなことはない。でも僕東京から自分の茨城までスケボーで帰ったことあります。そうだよ。はい、チャレンジしてみたことも。やっぱ極める方の人なんですよ。セミナプロなんかなるやつは12秒がずっと抜けない人なので、いっちゃう系の人だったから、やってみようと思ってやったことあって、そしたら17時間50分で今でも覚えてるんですけど帰れました。17時間50分スケボーをしてる根性があったら、はい、ワールドチャンピオンになれると思う。頑張ります。頑張ります。今年で、まあ、あれどこまで話したっけ。さっきスケボーをやってた話。あ、そう、スケボーをやってて、で僕が高3の時にそのカスブラのチャンショって子がいるんですよ。でその子が、まあ、1個上 で車持ってたんで、車の中見たらすっげえ釣り具乗ってるんですよ。あ、そうそうそう、後ろにこう積んであって、もうサーモンババババって乗ってて、で僕も釣りしてたから、え、釣りするんですかみたいな。でそこから仲良くなって、でそしたらチャンショが、かすみ最近面白いから今度連れてくよみたいな感じで、で、まあ、僕もかすみは通ってたんですけど、はい、まあ、車ないと僕住んでるのが小伊勢川の方で、はい、いた子とかって意外と行けないじゃないですか、はい、で連れてってもらって、そしたらもうそこから、あ、霞すぎて超楽しいってなってドハマりです。
で YouTube やろうかな。 YouTube で YouTube をそのヤッピーってこうもう一人の編集長と二人でやってて、でそこに僕がカメラマンとかで手伝ってたんですよ。そしたらなんか宮下も出ろよみたいな感じ で出させていただいて、でそこから3人 で楽しんでる感じですね。いやだってかすみ水系って言ったら今かすぶらってもうすぐにかすみ水系かすぶらって感じで、やっぱありがとうございます。もう大変申し訳ないんですけどね、大変申し訳ない、僕こうやって YouTube とかアップしてるくせに、人の YouTube で一回見たことないんですよ。いや分かりますけど、分かりますけど、今日はこういう3人なんで、かすぶらの宮司さんっていうのは知っていて、かすぶらっていうのが人気あるチャンネルだってことはもちろん把握してますよ。チャンネル登録数も見てるし、再生回数も見てるんだけど、再生回数とチャンネル登録数しか見たことがない。でも、でも霞水系であそこまで特化型で、で面白いんですよ、あの内容もそのみんながやるようなところでしっかり結果を出してるから、真似してみようかな、再現してみようかなっていう。見ない理由一つだけ言っときますよ。見ない理由は僕はフィール場所を見ちゃうから。それはありますよ、ね、見たくないんですよ。見てきたっていう思われたくないから。うん、なんかやっぱさ、自分が知らないところってどうやって知るかって自分が知るしかないじゃん。あ、なんか小森さんっぽくてそういうところも好きですハイボール頼んでます。ハイボールおかわりでお願いします。もう炭酸液とさ、ウイスキー瓶でさ、ずっとこうやってパイプレーザーでいいんじゃないの。宮津さん強いな。しかも僕本当に強い、はい、またハイヤーから気をつけた方がいいよ。いや、こういう機会あんまない。ハイボールっていうぐらいだから。本当ですね。危ない、もう本当危ない。でもカスブラ自体もいいですよ、小森さん。いや、今日だからカスブラ問わずして人の YouTube を僕ら見ることはない。わ、まあ、かりますよ、わかります。小森さんのそういうスタイルってのはわかるんですけど、僕テレビも見ないんですよ。でも川上さん見てくれてるんですよ。川上さんは YouTube とか大好きだから全部チェックしてるもん。でも僕は見た人の感想を聞くだけで、テレビすら見ないんですよ、僕。本当ですか。見てるの、今見てるのどうする家康だけだから。どうする家康なんですか。大河ドラマ。あの、面白い。はい、小森さん、また小森さんの話になってきちゃうんで、カスブラの、はい、カスブラところをちょっと深掘りしたいんですけど、それで動画活動を始めて、はい、でどんな感じですか今。カスブラ掘り下げるね。ありがとうございます。ツイポロ TV さん。いや、今登録者1万、さっき言わさ競技進進で1万5千人ぐらいまで行ったっていう、まあ、最近のだって小森さんだってもうや田中と差し伸びになってるこれ6千人のおよそ6千人のファンを抱える YouTuber ですから、小森さんは。あ、そうなんですか。カスブラさんは今1万5、6千人っていうところで、はい、まあまあ近い数字ですよ、それね。いや、これが案外違いますよね。10万人いますよね。十分ね、あのフリーザの戦闘力みたいなもんですよね。6000と一緒だから近いじゃん。いやいや、戦闘力53万ですよっていう世界で。だって6000キロ歩けって言われても、1万キロ歩けって言われても歩けるじゃん。10万キロ歩けないけどさ。いや、カスブラの活躍はすごいですよ、だって。まあ、すごいと思います。だって川辺さんがカスブラすげえよって言ってくるぐらいだから相当すごいだと思う。で、僕は川辺さんにそれを言われなければカスブラの存在は多分知らなかった。でも言われて、まあ見たっていうか、そのサムでしか見たことないけど、見てて、その再生回数も見てて、着目点は面白いよ、さすがに。ね、レッグアームで釣りまくってたね。そうですね、レッグアームで釣らせてもらいましたね、たくさん。当時その YouTube でレッグアームで釣りまくっていた時の、はい、なんか思い出話じゃないですけど、なんでレッグワームを選んだのかとか、はい、それで結構おかっぱりで武器になったりした工程とかって、もし今教えていただけたら。工程っていうか自分の理論ですけど、なんかまあ3人メンバーいてそれぞれの理論があると思うんですけど、僕あの大学の卒業論文の時にバスの内容物調べたんですよ。で、卒業論文でもう釣りしたかったんで、釣りに絡めようと思って内容物調べた時に、まあ、一番食べられてるのが、まあ、ゴリとあのヨシノゴリとか、あのハゼカのゴリとスジエビだったんですよ。あ、そうなんだ。はい、でそのゴリに一番、ね、似てるの何かなって考えた時に、レッグアームの390からスカッパノンブルーフレーク、色まで、あ、色まで、うん、でそれで、まあ、釣りもしていろいろ研究してた時に、まあ、ゴリが食べられてて、でそれに似せてやっぱ、まあ、マッチザウィートじゃないですけど、それを考えた時にレッグアームが出てきたんですよ。でそこからもう大好きで使ってて、
ズボラ、ね、ズボラリーグはすごいって言ってるお客さんでさ、あズボラリーグもすごい、これズボラリーグってすごいっすよって言って何がすごいですかって言ったら、いやこれねフリーリーグにもできるしキャロモードにもキャロモードにできるしっていう、自家リーグにもできるし、もうあいつら本当面白いっすよってお客さん、ガイドのお客さんが言ってくれて、ズボラリーグちょっと教えてくださいって、俺がその人から教えてもらったんだよね。あそうなんですか、ありがとうございますお客さん、ズボラだよいや名前もなんか、まあ、ヤッピーが決めてたんで、いい名前だね、いい名前ですよね、緩い感じで、本当になんか面白いな。でも390だっけ。そうですね、390って後から出たんだよね。あそうなんですか、初期のリックアップにからなかったんだよね。あそうだったんですね、うん、でも今思い返せば、うん、あの僕がオブザーバーで乗った時あるじゃないですか、うん、あれなんで390めっちゃ使ってましたよね。カットデール、カットデールになったけどレッグアップになかった。ああそうだったんですね、うん、でもそもそも390っていうかブルー、シナモンブルーフレークっていうカラーで、はい、俺霞北村線で買った時かな。あ、はい、まあ、当時から昔からブルーフレークが霞ヶ原で連れてたのよ。ああなんか教えてくれましたね、小林さん。で霞で買って、でその後あの紙カラーっていうコードネームをつけて、はいはいはい、まあ売りに出したのよ、はい、だからその紙カラーっていう言葉が流行って、あ紙カラー、まあ、でも多分ね他のメーカーの方はもう気づいた方もいるよ。なぜなら、ね、ね、オースピーのドライブクロー、はい、最初ブルーラメしか出てないもんね。あそうだったんですね、うん、全部ブルーラメかったです。オールカラー全部ブルーラメ、ブルーラメやっぱ霞水系で、その前から言うとブラッシュオークのカセスペシャル、あはい、カセさんのカセさんのやつ、はい、ブルーラメや霞から聞くよね、あれゴリだよね。あやっぱそうですよね、うん、夏がやっぱ強くないですかブルーラメ、小森さん的にどう思いますか。ね、夏までかな、夏までですか、まで梅雨ぐらいから夏の、梅雨ぐらいから夏まで、でも夏すぎるとブルーラメ急に効かなくなる。グリパンチャートとか強くないですか。ね、ちょっと俺事件よりよね。そうなんですか、うん、それは分かんなかった、面白い。ユシノブリ捕まえてたら分かるよ、色があるもん。やっぱそうですよね、うん、そうですよね。まあでもそれはでもね、分かんない、思い込みかもしれないし。本当ですか、うん、これあまり面白いな、やっぱ。でも、まあ、サンキューバルは当時レッグアップになかったんです、最初。ああ、そうだった、うん、誰かが提案したとかなんですか、あれって。いや、紙カラーって言って一回売ったじゃない、はい、そのあとやっぱスカッパのグループ誰かが提案したのかな、俺もゲイリーやって言ったけどね、カメさんも思ってたんだと思う。すごいな、うん、なかなかどっから出てきたかわからないけど、プッと出てくるんだよ、ゲイリーってカラー。へえ、レッグアップに搭載するかどうかもカメさんも決めるから。そうなんです、伊手さんって方は知らないんですか。でも小森さん そのインスタの投稿とかなんかツイッターの投稿とか見てると、ああその伊手さん結構亡くなりになってるんですよね。ああその人にお世話になった恩返しをしたいから勝つみたいなことをなんか記事で読んだことがあって、めちゃめちゃそれだけじゃないけどね、そういうところも俺かっこいいと思ったんです。なんかもう持ち上げてもらってないですか。ありがとうございます。そう、僕のこと持ち上げてくれる数少ない後輩です。いや別に持ち上げてはないですよ、持ち上げてはないですけど、まあ普通に考え持ち上げるさあ、そうなんか人間味あるなと思って。まあまあね、はい、そういうのも含めて俺小森さん好きなんですよね。まあなかなかこう釣り行ってさやってるとさ難しいじゃん、自分一人競技だしさ。まあそうっすね。宮下当然さバスプロになるのに関してさ、はい、大きなものを抱えてバスプロになってると思うんで、はい、だって学校先生やめてバスプロになったでしょ。あそうっすね、いろいろ俺が親なら絶対殴ってでも止めるよ。いやめっちゃそう思います。あもう本当に親には感謝っすね。はい、全部トップ50の試合とかで全部あの弟の結婚式とか行ったことなくて。いやそれは行った方がいいよ。いやめっちゃ自分でも本当に申し訳ない。どうせその試合勝てなかったんだから。いや本当に弟にはでまあそういうのもあって、まあでもやっぱトップ50っていいじゃないですか、やっぱみんな全員がこう人生かけてる感あるから。これだからさちょっとそこを今日はねちょっとねもうそこアピールしてほしいんだけどさ。あそこアピールしてる、僕ばっかですね。俺はね、いやいいね、俺はいいんだけど、このトップ50がすごいっていうのをさ外伝わりにくいんだよね。トーナメントの競技の最先端の部分が、はい、何をやってるかっていうことすら興味ないかもしれない。まあそうかもしれないですね。どうやって順位つけてるかも分からないっていう人も。そこをねできればもっと広い世代に伝えないと、トーナメントっていうのの凄さと面白さっていうのが伝わらなくなっちゃうと、はい、宮氏が面白いと思って飛び込んだ世界が縮小しちゃうと、はい、せっかくさ学校の先生っていうさすごいさなんかそのねなかなかつけない職業だと思うんだよ。そういうのがポンって誰も負けないじゃん、やっぱ志がなきゃつけないと思うんだよね。そういう仕事を辞めてまでやろうと思ったっていう思いが無駄になっちゃうから、はい、こういう動画を通じてやっぱりそこを見てもらいたいと思っていつも思う、はい、そうですね、トーナメントって世界知ってるんですよね。それがこのなんていうかもうアラフィフになる小森先輩が伝えられる唯一の
若手にしてあげられることだと思ってて、はい、そこをもうあとはフリートークで宮治に伝えてもらおう。俺食うから。待って、俺も食いたいっす。俺も食いたい。スパゲティ来ましたよ。スパゲティ、これスパゲティじゃないの、アヒージョ。アヒージョ、ちょっと写真撮っていいですか。あ、どうぞどうぞ、お願いします。すみません、食べちゃうから。やめてください。やめてください。小森さん、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 お腹空いて。写真なんか撮ってる暇ねえよ。ちょっと、ワンパク、ワンパクやめてください。弱肉強食だ。ワンパクやめてください。